すごい、はい、もう EM さえあればっていう感じですね。清掃員さんの手が荒れるみたいなことはもうじゃあ全然ない、はい、鏡とか、はい、この窓っていうのは、はい、あの EM が得意とするところです。こんなにナチュラルクリーニングなんだって思ったよくぞ聞いてくれましたこの冷蔵庫の中でキムチとか入れたら匂いがついちゃうんですけども、新人の梅野ですよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。今日はあの、はい、清掃員の格好をさせていただきまして、はい、ちょっとお団子があるので高さがすごいですけど、はい、このお部屋を EM でお掃除をされてるってことなんですけども、はい、そういった紹介をしていただきながら、はい、一通り私も清掃させていただくという流れになると思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。こちらのホテルではですね、はい、合成洗剤を使わずに EM を使って清掃をしています、はい、で一般的な清掃ですと、はい、用途によって洗剤を使い分けて、うん、食器は食器用洗剤、はい、でお風呂はお風呂用洗剤、うん、トイレはトイレ用洗剤、うん、であとは住居用洗剤、うん、それから窓ガラスは、ガラスクリーナー、うん、いろんな種類の、洗剤を使うんですけども、ね、こちらでは EM のみ、ね、はい、はこれだけで清掃を行っていますので、それではぜひやっていただきますので、はい、よろしくお願いします。これは、はい、あの素朴な疑問なんですけど、はい、まあ、菌が入ったお水だと思うんですが、はいはい、うん、どういうふうに汚れが落ちたりとか、はい、匂いがなくなったりするんだろうと、まあ、微生物の、EM というのは微生物の集まりですので、はい、うん、その微生物の働きによって、汚れが落ちたり、匂いが消えたりということがあるようです。本当にその匂い全部なくなります？はい、はい、実際にやってみましょう。はい、それではまずポットの洗浄からいきましょう、はい、お願いします。ポットの中にですね、はい、この EM これを、少し底が隠れるぐらい、底が隠れるぐらい入れる、はい、少なくでいいです。はい、はい、こんな感じでしょうか。もう少しもうちょい入れていいんですね。はい、なんかもったいない気がしちゃう。大丈夫です、はい、でこれに、洗面所で水を汲んで、はいはい、お湯をまず沸かしましょう。ああ、はい、そういうことですね、はい、これで水垢も取れるんですか？はい、取れます。あのポットの内側についたあの石灰の成分も取れてしまいます、はい、どのくらいまで入れましょう？8分目ぐらいまで。8割、はい、あの石灰っていうのはアルカリ性なんですけど、はい、この EM はあの強い酸性になるんですよ。なるほど。 pH3.5 以下の、うん、なので、アルカリのこの石灰の汚れが落ちてしまいます。こんくらい入れました。はい、では、はい、それでしばらく行きましょう。はい、はい、それではおトイレの清掃に行きたいと思います。はい、はい、それではこれが、EM を50倍に薄めた、はい、ものになります。はい、はいはい、それで、うんうん、蓋をまず開けて、はいはい、便座の、ところに吹きかけてください。はい、はいはい、で操作パネルのところもお願いします。はい、それで、操作パネルと便座をこれで拭きましょう。はい、はい、いいかな。はい、来ました。はい、それでは、便座を上げて、はい、便座の裏も、はい、お願いします。よいしょ。普通に掃除ですね。はい、便器の中をお願いします、はい、これは原液になります。はい、原液を少し、便器の中に入れる。はい、たわしで、はい、はい、ゴシゴシお願いします。でもなんかやっぱ EM の匂いがしますね。はい、でこれはあの手についても大丈夫ですので、かえってすべすべになるぐらいだと思います。ほら、
かな。はい、それでは、お風呂場の掃除になります。はい、お風呂の掃除はもう本当に簡単です。はい、スポンジに EM をシュッシュと吹きかけて、はい、それでこするだけです。もう上まで全部普段こうやられてるんですね。はい、で浴槽の中も、はい、でこすった後は、水で洗い流すと。なるほど、もうそれで OK です。はい、で水で洗い流したら、はい、最後拭き上げまで。そうですね、はい、壁のクロスの汚れも EM で落とすことができます。汚れてますね。はい、これで、はい、シュッシュと吹きかけてみてください。はい、それで、これでこすってみましょう。まず雑巾でこすってみてください。広がっちゃいましたね。伸びます。はい、はい、でもう少し、こす雑巾で、はい、お願いします。で少し残りますよね。うん、こういう時は、シャボン玉のハンドソープ。おお、部屋にあるもので掃除をするんですね。はい、これも EM 入りのものになりますので、はい、歯ブラシに、歯ブラシにつける。はい、はい、それでこすってみてください。はい、はい、この通り。この通り、部屋にあるもので全部済んじゃうんですね。はい、素晴らしい、綺麗になくなりました。はい、うわ、で絨毯の汚れも落ちます。へえ、はい、これも、EM を吹きかけて、 EM を先に、はい、これですね。はい、どこで、ここですね。はい、はい、はい、で、ハンドソープがまだ歯ブラシに残ってますね。はい、それで、こすりましょう。はい、この目の、この目に沿って、はい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 、OK です。はい、で雑巾で、叩くように、叩くように、はい、はい、でもう一度、EM を吹きかけましょう。リンスみたいなものですね。はい、リンスみたいなもん。確かにあのリネンの、はい、クリーニングも見学行かせてもらったんですけど、はい、そこも仕上げとして EM 使ってたから、はい、仕上げ剤にもなるんですね。綺麗、はい、になりました。汚れが落ちました。わー、ありがとうございます。はい、お家でもできそうですね。はい、うん、ぜひお試しください。はい、はい、すごい。で、あと実際にはスリッパもあの活性器をかけて、拭いてます。へー、はい、ガラスはどうですか。ガラス、あ、ガラスというか鏡、鏡が曇ったり。 よくぞ聞いてくれました。鏡とか、はい、この窓っていうのは、はい、あの EM が得意とするところです。そうなんですね。はい、この手垢とかついて、うんうん、油分がつくと、うん、あの白く残るじゃないですか。はい、そういったものもEM プラスハンドソープで、拭くときれいに落とすことができます。で、EM にはあの静電気を抑える効果があるので、そうなんですね、ほこりがつきにくくなるということもあります。すごい、はい、もう EM さえあればっていう感じですね。はい、はい、広げて折り目が縦に3本入ってます。はい、で真ん中の折り目が真ん中に来て、うん、この、端が同じ、幅だけ残ってるのが綺麗に見えますので、だいたいこんな感じです。で下を整えて、はい、で、まず右の角から角から合わせる。うん、ピシャッと。そして、でこれを対角線上に引っ張る感じです。へえ。で下を、めちゃめちゃ綺麗ですね。中に入れて。うん、あ、ちゃんと折りながら入れるんですね。はい、そしたらここにシワが、きれい、は
はい、こんな感じです。はい、やってみます、はい、だら、はい、まず広げて右端からでしたよね。はい、右端を下に入れ込む。まず、はい、こっちのサイドのシーツを下に入れます。よいしょ、はい、はい、で、それを上に引っ張る感じで、下のところを引っ張って、うん、で中に入れます。ここで、対角線上に引っ張ります。シワをなくす感じです。もっとちょっとでも波がありますよね。はい、そんな時は横を引っ張りましょう。もっとこっちに引いて良さそうだけど、はい、うん、はい、はい、シワが取れました。はい、はい、そうです、うん、はい、で、ここを、はい、ここが三角になるように押さえて、で、これを中に入れます。はい、よいしょ。なんかこんなのを見ちゃったら寝れなくなりますねじゃこれがシーツですね。はい、では布団カバーをしましょう。お布団、はい、もうちょっと汗かいてきました広げます。で、横に布団を入れる口がありますので、ここを持って、で、ひし形に開けます。はい、はい、で、ちょっとそこまでやっていいですか、忘れそうなんで、はい、開いて、はい、口の開いてるところがあるので、これが口かな、こっちですね。あ、これですね、はい、お、よいしょ。で、ひし形に両手でいっぱいに広げて、はい、空気を入れてた方が布団が入りやすい。そうです、そうです、はい、こうですか。はい、あのクリーニングして、あの布団が、ってなってるんですね、カバーがくっついていると布団が入りにくいので、うん、はい、三つ折りに今これがなってます、うん、でそれをさらに三つに折りたたんで、これをかぶせます。おー、で、中で広げて、家の布団もこうすればスムーズなんですねで、上の方は角にきっちり合わせて、で、上から布団とカバーがずれないように合わせて、これで広がります。よいしょ。こんな感じです。美しい。三つ折りになってます。はい、で、三つにして、はい、入れます。はい、はい、で、中で広げて、広げる、角を合わせます。血の角も合わせます。これは一部屋だいたい何分ぐらいで清掃されるんですか。はい、ツインの部屋でだいたい45分が基本で、あ、結構しっかりかかるんですね。はい、でも全部一人で。そうです、はい、あるんですよね。オッケー。これでも毎日やってたらいかに綺麗に早くするかみたいなことをやっぱ考え始めますよね、はい、きっと、はい。プロのおばちゃんとかいるんですか。もういますとっても早いです。これはこの辺の周りもやっぱり EM でバーッと拭いていくんですか。そうですね、はい、はい、できた。はい、あ、枕はこの
椅子の上で。ああそうか、はい、お布団が荒れしちゃうんだ、はい、で、枕も同じように、片方が口が開いていて、はい、で折り目の方と縫い目の方があります、うん、はい、よいしょ、はい、はい、で折り目の方に寄せます、はい、こっちが折り目を右手で持って、はい、でこっちを左手で持ってください、はい、で、はい、でここの角がここに来ればもっともう少し強く、ここに入らないんですね、なかなか、はい、はい、こんな感じです、はいはい、で、もう一回口を上に戻します、この椅子の上にこの、カバーを向こう側に、はいはい、でこれを中に入れ込みます、中に入れ込む、これを持ち上げて、はい、でこれを中に、こうですね、はい、そうです、そうです、はい、まさかこんなに枕が難しいとはい、で、縫い目の方を持って、はい、はい、縫い目を、そうです、そうです、はい、でもう一回、うん、はい、はい、でこのままベッドのところへ行って、こっち側と逆になるので、はい、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、うん、ちょっと見ていってください、はい、でこれを今度真ん中を持って下に手を添えて、で形を整えて、こんな感じです、やばい全然分かんなかったこっちをそこに 左手を添えて、うん、こう、ん、こうですね、こう、はい、はい、でこれがこう折り込まれるようにここに置いて、はい、一旦こっちにくっつけましょう、そこを、はあ、はい、はあ、でそこからずらして、うん、こうやればそこのシワがなくなります、なるほど、はい、こんな感じです、枕が一番難しいですできました、はい、いかがでしょうか、はい、できました、ありがとうございます、やはり先生の方が難しいです、いい、修行したいと思います、はい、部屋の清掃の流れとしては、はい、普段は EM の、 あのスプレーを使って全体を拭く、はい、あ、これは、はい、ポットはですねこれやっぱり一番最初なんですか、一番最初にお湯を沸かして、はい、で、マグカップとか、うん、洗面所のコップを熱湯で消毒っていうか、あ、これを使ってまだ洗うんですね、はい、でこの中に EM を入れてあるので、はい、ポットの洗浄とコップの消毒もできると、一石二鳥と、一石二鳥でお掃除されて、はい、でその後にトイレを済ませて、はい、トイレをフォローして最後にリネンですか、はい、そうですね、はい、いやこんなにナチュラルクリーニングなんだと改めて感動しました、はい、これをやっていて清掃員さんの手が荒れるみたいなことはもうじゃ全然ないと、そうですね、基本的にはないと思います、飲めるんですよね、あの EM 飲むこともできます、はい、じゃあ飲めるもので掃除をしているということですね、はい、では普段お掃除をされていて、はいはい、あのなんかお客さんに知ってほしいなって思うことがあれば教えてください。そうですね、あの合成洗剤を使わなくても、うん、あの EM があれば、うん、あの お家のお掃除もそうですし、うん、ホテルの部屋も、うん、ホテルの部屋以外の館内の掃除もできるということで、うん、そういうことを知っていただけたらなと思います、うん、EM は匂いも爽快に取れるっていう話なんですけど、はい、なんかやっぱり匂いがきついお客さんとかも中にはいらっしゃると思うんですが、はいはい、それ もう EM のスプレーをかけるだけで比較的収まってくるんですか。そうですね、あの EM は微生物なので、うん、有機物系の匂い、うん、原因が有機物の匂いは比較的取れやすいんですけども、ど香水とかですね、うん、
そういうものはちょっと、取りにくいと思います、うんうん、なのであの例えばこの冷蔵庫の中ですね、はい、この中に、キムチとか入れたら匂いがついちゃうんですけども、うん、そういうのもあの EM でスプレーして、うん、しばらく置いて、それで拭き上げると大体取れますね。あの EM で太刀打ちができない汚れっていうと何なんでしょう、はい、そうですね、やっぱりカビ、うん、カビはあのこびりついてしまうとも取れないです、うん、なるほど。なのでカビがつかないように、うんうん、予防的に掃除をするっていうのが、うん、EM を使った掃除の基本になります、うん、なるほど、はい、いや貴重なお話ありがとうございました、うん、はい、ありがとうございます、はいはい、皆さんも爽快に泊まってください、はい、よろしくお願いします。はい、こちらが2階のスパエリアになります。当店のヘッドスパはこちらの沖縄のクチャという、うん、ドローをお水で溶いたものを頭皮にかけて